ほうほう、これはなかなかいい情景やな。こんばんは、しげもんです。どうも。今日はこれですね。バス関係が続いてますけど、ジオコレの情景コレクションシリーズ、情景小物090-2、バス転車場2ですね。2、今日はこれ開けていきます。ジオコレ関係は結構久しぶりかな。僕昔ジオコレをよく動画で扱ってたんですけど、多分再生リストがあったと思います。一応あれば下の説明欄にリンクを貼っておきます。まあ若かりし頃の、綺麗な心を持ってた頃の僕を見ることができます。まあ、見る必要ないけどね、まあ、よかったらチェックしてみてください。まあ、そんなことはどうでもよくて、これですよ、これ。はい、ちょっと言ってみた。パッケージを見てみよう。情景小物090-2とありますけど、多分ね、バス転車場っていうものが発売されてて、最近この2になったんですよね。ちょっといつから2になってるのか分からへんけど、まあ、とりあえず2になったと。で、パッケージこうです。150分の1スケールの完全塗装済みの組み立てキットで、ターンテーブルは別パーツ、まあ、鉄道でいうところの転車台ですよね。で、側面関連商品のラインナップが載ってたり、裏側はこんな感じ。なかなかロマンのある商品ですよね。よし、じゃあ開けるよ。パカ。あ、ここにもイラストが載ってたね。集めて手軽なジオラマ作り、いい表現が書かれてますけど、じゃあ出します。でってれーよ。おお、あ、すごい。あ、やっぱりジオコレはこの色合いがいいね。中身は、あと説明書が入ってる。わ、シールも入ってる。はい、おそらく貼られることのないであろうシールで、説明書、一応説明書見てみようか。はい、説明書は4つ折りのペラ、表だけやね。まあ、パーツの取り付け図が載ってるんで、これを見ながらパーツをはめ込んでいくと、まあ、そんなに難しくはないと思う。じゃあこっちね。よ、はい、本体部分はこんな感じ。まあ、いつも通りの小分けにされた袋ね。一部ランナーパーツもあります。じゃあ出していこっか。じゃあ開けてきます。スーッと。で、土台部分を出す。タタン。おお、しっかり色が入ってるのと、ここは立ち入り禁止か、円が書かれてる。で、別パーツのターンテーブルね。よ、おお。で、ターンテーブルは裏側からこのチョボパーツで止めるのか。ギュッと。あ、なるほど。下にチョボパーツをつけることでスムーズに回転するようになる。あと、ついてんのがちっちゃいけど配電盤。そして、はい、これが簡易トイレですね。よくある簡易トイレ、好きなところに置けるみたい。まあ、こんなに細かいのにちゃんと色が入ってるってすごいよな。そしてランナーも出していく。よいしょ。ダダダダダと。はい、中身ざっと見ます。コンクリート塀、そして柵のパーツ、そしてこういうやつ、そしてスロープ、あとは街灯。これらをここの穴に差し込んでいくと。よし、じゃあつけよう。まずコンクリート塀を差し込む。ギュッと。うん、しっかりはまるね。そして街灯を差し込むと。よいしょ。ギュッと。4箇所ですね。ここにも差し込む。ギュッと。こっち側にも。ギュッ。はい、はまった。で、あとはこのスポートをここにギュッと差し込む。あと、この柵なんですけど、これは固定するんじゃなくって置くだけなんよね。だからこのまま使う場合は引っ付けてもいいと思いますし、情景とかに組み込む場合はこの柵を別場所に設置することもできるみたい。なるほどね。よ、あとトイレとかも好きな場所に置けるみたい。よいしょ。はい、こういうことか。できた。はい、完成しましたね。でも僕の場合は全部パーツを接着剤でひっつけました。だから小物もすべてひっついてます。この方がいいかもね。ぐるっと見てみよう。こんな感じ。あ、いいですね。こっちから見るアングルとかかっこいいんじゃない。ギュッと。うん、いいね。で、この転車台の部分は何て言うんでしょう、この鉄板の模様、ちゃんとモールドで出てますね。すごいすごい。そしてこうですね。よいしょ。あ、いいですね。で、このターンテーブルの部分は
結構スムーズに回転します。ギュッギュッギュッ、ね、ただ下側のパーツがこのテーブルに吸ってるんで、回転させるとこの土台自体もちょっと動いちゃいますけどね、まあ、そこはうまいことやったら大丈夫そうで、道路部分は一旦停止と立ち入り禁止が書かれてますね。これを自分で入れようと思うと大変ですからね、ちゃんと印刷されてるのは嬉しいね。ええやん。じゃあここにバス入れてみよう。過去に動画で紹介したこの2つのバスね、どっちでもいいんですけど。じゃあこの西鉄バス、あ、そうそう、ほんでスロープパーツもついてるんで、これここに置くことができますね。ここからブシュッと入ってきて乗ると、おー、ええやん。はい、バスが乗るとこんな感じ。これをこんな感じで回転させれると、いいね。やっぱギミックがあるだけで楽しいね。こういうことか。京都市バスも置いてみよう。よいしょ。ほうほう、これはなかなかいい情景やな。そしてスロープあると言いましたけど、これはバスコレの道路と、まあ、互換性はないと思いますけど、高さは一緒なんかな。よいしょ。あ、一緒かな。あ、一緒というか、0コンマ数ミリの段差はあります。こっちの方が低い。こうしたらわかるかな。うん、上面つらい位置ではないけど、まあ違和感ないかな、まあ、全然この道路の脇にあっても違和感ないかな。ちょっと夢が広がるね。はい、というわけで久しぶりのジオコレやったんですけど、このバスコレも乗っけれるバス停車場、なかなか良かった。かなり満足度が高い商品でしたね。ぐるっと駅の片隅とかに置いてると街が賑やかになりそうですよね。うん、でバス関係の情景小物は他にもねラインナップあったりするんで、気になったものがあればまた動画にしたいと思います。うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録とその他のバスコレ動画見えますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それではさいなら。